はいどうも皆さんこんにちは、クリムゾンナイトです。今回はシシーの処刑タイムを計測してきたのでご紹介していきたいと思います。処刑タイムは短い方がキルモーション中に被害者に開拓されるリスクが低くなるのでぜひ参考にしてみてください。まずシシーの処刑モーションですが、全部で5つあり、生殺与奪の刑、フラワーパワーの刑、総画の刑、切り身の刑、団長豚があります。これらのキルモーションのスタートからキルが終わり、シシーが一歩目を踏み出すまでのタイムを計測してきました。その結果がこちらです。結果は生殺与奪の刑が15秒75、フラワーパワーの刑が13秒62、総画の刑が16秒25、切り身の刑が14秒71、団長豚が18秒33となりました。フラワーパワーの刑と団長豚を比べると5秒も違うということで、戦うが勝ちと同等の隙が生まれることがわかります。勝敗にこだわりたい方はぜひキルモーションにもこだわってみてください。それでは今日の動画は以上になります。その他の一家の処刑タイムについては今後再生リストにまとめていきたいと思っているので、そちらもご確認ください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。